はい、どうもジャクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちら。はい、というわけで本日ですね、なんと2017シーズンありがとう福袋ということで、ちょっとね、意外なスカウトが登場となりました。なかなかね、プロスペース水曜日に更新というのも珍しいパターンだなというふうに思うんですけれども、今回は2017シーズンありがとう福袋ということで、まあ最強決定戦をやっているというところで、まあ自チーム選手、確定があれば回す方が多いんじゃないかという意図なんじゃないかなというふうに汲み取ることができるんですが、10年福袋の方がね、3回限りの10連福袋の方と、4連福袋ですね、いつもやってきている4連福袋、ランク以上の自チーム選手1人確定の、2種類の福袋がね、やってまいりましたよというところでございます。で、まあ、福袋の内容としては購入1回目が A ランク以上の選手1人確定、2回目が S ランクの選手1人確定で、30連目に S ランクの自チーム選手が1人確定ですよというガチャになっております。はい、で、まあ、もちろんこれ引いていくわけなんですが、どうしようと、まあ、何がどうしようかっていうところなんですが、 S ランク、その自チーム確定の部分を誰引くかというか、どこで引くかなんですよね。この動画がアップされてるのは間違いなくこのスカウトが来ている今日だと思うんですけれども、まあ、現状 DNA 10分の9持ってるんですよね。はい、でそれぞれしっかり2600になってるというか、まあ、アニバーサリーで被っている部分もありますので、まあ、実質10分の7かななんですけれども、まあ、全員持っているというところになりますので、まあ、あとファットン選手を1点狙いしてここで引くっていうのも、まあ、もちろんありかなと思うんですが、まあ、ちょっとそれ確率的にちょっとどうなのかなっていうところを考えていったときに、じゃあ他球団どこかっていったときに、一番候補に上がったのは日ハムなんですけれども、日ハムだった場合、この大野選手と宮西選手、この2選手がまあ欲しいかなと、あと中田選手とかでもいいんですけれども、まあ、ちょっと商工用の A が今ないので。まあ、ちょっとパワー A に乗せる時間がかかるかなというところなんですよね。で、あとは、まあ、ソフトバンクとかもですね、この千賀選手が引けてなければソフトバンクでもしかしたら行ったかもしれないんですが、森投手がね欲しいんですよね。森投手も欲しい。で、中村晃選手もまあ一応2600は作れるんですが、まあ野手は正直ね、まあ、ソフトバンクの野手だったら別に2600作る必要ないかなと思ってるので、まあちょっと難しいなというところでいろいろ悩んではいます。未だに悩んでるぐらいです。はい、角中選手もね選択契約書で取ったんで、ロッテはまあなしかな。涌井選手もありなんですけどね。で、西武も菊池雄星選手と、まあ、菊池雄星選手のアニバーサリーを持っていますので、まあそこもスルーでいいかなというところですね。で、楽天がまあ、則本選手ですよね。則本選手の2600を持ってるので、まあ、ここもスルーでいいかなというところですね。まあ、岸投手とかも欲しいっちゃ欲しいですけどね。で、他は、オリックスだと、まあ、金子千尋選手のセレクションを持っているという状態ですし、まあ、T 岡田選手もね2600作れるので、まあ、野手のオリックス枠ってところも問題ないので、まあ、ここもなしかなと。で、広島、やっぱり乗り換え高いのは広島なんですが、このグレードアップスカウトでね、ジャクソン選手いけたというところと、あとアニバーサリーで菊池選手手に入っているっていうところと、まあ、あとはベストナインタイトルホルダーですよね。まあ、おそらく来るであろう、今年も来るであろうベストナインタイトルホルダーで、広島の選手がかなり、まあ、ラインナップにずらっと並ぶであろうというところで、広島は別にここで行く必要もないかなと。で、巨人なんですが、巨人は、まあ、菅野選手欲しいですよね。菅野選手は欲しいんですが、まあ、あとはちょっとどうなのかなというところですね。アニバーサリーの坂本選手もゲットしているので、というところでございます。で、DeNA は飛ばして阪神ですね。阪神はこの間ですね、グレードアップ1周目で桑原選手をゲットしているので、まあ、これもね、限界突破ができればっていうところなんですが、まあ、他にもね、逆に、じゃあ誰取りたいかって言われた時にいないので、まあちょっと微妙かなと。まあ、阪神は本当に欲しいんですけれどもね。で、ヤクルトが、まあ、この間のね、先日の SK 役所、さらに 30% だったかな。で、ライアン、小川投手をゲットしているので、まあ、ここも問題ないかな。バレンティン選手の2600、まあ、2550か、ぐらいのスピリッツ、超4なんでね、それなんですが、まあ、一応あるというところで、まあ、問題ないかなと。で、中日ですね。もう一個まだやったのも中日なんですよね。ゲレーロ選手の2600、もしくは大野選手の2600あたりを、まあ、作りに行きたいなというところはあるんですが、でも中日もね、ちょっと A ランクもなかなかまだないので、っていうところで悩んだんですが、まあでもやっぱり DeNA かな。DeNA で引くのが安牌な気がします。はい、パットン選手を狙っていきましょう。まあ最悪他の選手が当たった場合は、圧縮ミキサー用ですね。圧縮ミキサー用にしようかなというふうに思います。ただまあ20連目にね、S 確定があるので、まあ、そこの引き次第ではもしかしたら変えるかもしれません。はい、じゃあ行きましょう。さあ A ランク以上のここ自チーム選手だったかな。さあ行きましょう。まずは10連目、福
袋ガチャは2周年の福袋以来かなだと思いますね。最近あんまり何百万ダウンロード何千何百万ダウンロードとか来ないですね。ん、 A ランク以上2枚引き確定。おー、ゲレーロ選手の A。 うわー、悩んでくるな。こうなるとこうなると悩んでくるんだよな。あ、じゃあ全然違うんだ。自チームじゃなかったですね。はい、でも柳田選手、まあいいでしょう、 OK。 いや、このシリーズも本当に柳田選手は何回も引くことになりそうですね。もう本当に今12枚ぐらい柳田選手があるんですが、まあいいでしょう、称号用に何枚でもあって嬉しいと思います。はい、 A ランク以上の選手でしたね。はい、じゃあ20連目いきましょう。ここの確定部分は非常に大事ですね。ここで誰が来るか。ここで先ほど狙いを上げた他球団の選手とかでもいいので出てくれれば全然非常にありがたい。ただ狙い一番としては、今一番欲しいのはやっぱりパットン。これは1枚パターンかな。はい、1枚パターンですね。さあ誰が来るか、お願いいたします。うーん、ハーマン選手、なるほど、楽天のハーマン選手をゲットしましたよと。変化球、まあまあまあ、ちょっとね、ちょっと変化球が多いピッチャーで球種型とかだとね、かなり使い道があるかなと思うんですが、もうピッチャー2600で埋められているので、2600にできない時点でだいぶもうちょっと厳しいかなというところですね。はい、じゃあ30連目ですね。まあもうこのこうなったら自チームそのまま DeNA でいきましょう。はい、パットン選手1点狙いで、パーセンテージ的には、10% ですね。はい、まあ、10分の1なので 10% ですね。まあ 10% ならなんとか引けないかなというところですよね。はい、じゃあ行きましょう、お願いいたします。今回でも本当にこの自チーム部分はどこで引こうか悩む方が非常に多いんじゃないかなというふうに思います。さあ30連目でも結構 DeNA で引く人も多いのかな。筒香選手、ロペス選手、そして宮崎選手、このクリーンナップがもうすでに出てるっていうのはでかいですよね。はい、確定分のみですね。パットン選手どうにかお願いいたします。さあ頼む、お願いします。うんなるほど、まあまあまあこうなりますね。はい、今永選手は昨日の動画かな、昨日の動画になっているかと思うんですが、あれ、まあ実は撮影日ちょっと間空いてるんですが、今永選手をゲットというところでございました。まあこんなもんですね。はい、残念というところで、まあ今回は30連引きまして、今永選手とハーマン選手ですね、 S は確定分のみでしたが、まあ A ランクの引きとしてゲレーロ選手、柳田選手というところ10連目で引けたので、まあまあよしかなというふうに思います。ただまあこの4連福袋の方ですね、こっちをどっちかといえば回したいですね、正直。はい、30連福袋に関してはそんなに今回、うん、まあ、DeNA の選手がもう結構揃っていたというところであんまり魅力的ではないなと思ったんですが、まあまあでもね、とりあえずこれで圧縮用がまた増えたのでよしとしましょうかね。はい、というところで、まあ今回は30連福袋の方を一気にね、回していったという動画でございました。最強決定戦どんな感じですかと、まあ、コメントとかもたくさんいただいてるんですが、まあ、最強決定戦に関してはちょっと週末に1本、そして最後に1本という感じにしたいなというふうに思います。はい、ちょっとまだ実はね、オーダーも育成が最終的にスタートに間に合わなかったっていうか、まあ、今回そこまでそんなに本気でこの最強決定戦にね挑むっていうよりかは、ちょっと今リーグ戦の育成とかも頑張ってやっている最中ではあったので、ちょっとギリギリ間に合ったり間に合わなかったりの選手がいたりっていう感じになってしまったんですが、このまさに谷繁選手とかがそうですね、谷繁選手とか、まあ、あと今永選手の継承とかかっていうところで、まだまだベストオーダーは遠い感じにはなってるんですが、まあ、今ねせっかく経験値 1.5 倍も来てますので、それを有効活用して走っていきましょうという感じでございます。まあ、ちょっとねこの 1.5 倍にスターロードっていうところは相性があんまり良くないなと思うんですが、まあ、ちょっと最強決定戦期間中にねある程度オーダーもできる限り、今できる限りは上げたいなというふうに思っているので、まあちょっといろいろ頑張りつつ V ロードとスターロードうまく配分考えつつやっていきたいなというふうに思います。ただちょっと今コイン不足も深刻なので、ちょっと富の試練もやらないといけないので、まあなかなかちょっと忙しい1週間になりそうだなというふうに思っております。はい、明日ガチャ更新来るかなと思ってたんですが、明日もうないのかな。なんか A ランク確定、 A ランク確定はこの間来たか、
まあ、限界突破コーチ付きガチャとかが明日来るんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、ここでね福袋が来たということは明日はおそらくないのかな。ただでもこれがですね27日の12時59分というところのお知らせに注目すると、まあまたおそらくメンテナンスでしょうね。2時間のメンテナンスがあるんじゃないかなというふうに思います。でまあ更新としては月末 OB かな、ランキング OB っていうところが一番考えられるんですが、まあでもちょっとその OB の周期的にもね、前回この1個前ですね、来た時が中旬ぐらいだったんでね、その部分でちょっと短いインターバルになるので、まあ、もしかしたら何かしら別の形で来るかもしれませんね。はい、まあそんなところで27日の更新には注目ですよというところで、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。まあ今回の福袋ね、引いた方がどれくらいいるか分かりませんが、ぜひとも引いた方がいればね、コメントで結果の方教えていただけると嬉しいです。これからのプロスペースの動画楽しみだよ、考えやってくれた方、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。